ヒルゼン本家矢部のヒルゼンベアバレースキー場です。この日はスキー場を管理するグリーンピアヒルゼンのスタッフ15人が作業しました。スタッフたちは全部で159個あるリフト搬器を運び出し、安全確認をしっかりと行いながらリフトに取り付けていきました。ヒルゼンベアバレースキー場には延長355メートルと555メートルの2つのリフトがあり、この日は両方にリフト搬器が取り付けられ、安全に作動するかの確認作業も行われたということです。昨シーズンは当初十分な積雪がなく、例年よりも営業開始が遅れたほか、雪不足により休業を余儀なくされた期間もありました。今シーズンは来年3月20日までの営業を計画、入場者数は4万6000人を目標としています。シーズンになりましたらしっかり雪が降ってもらって、ウィンタースポーツ楽しんでもらいたいと思います。山頂に行きますと、大山からヒルゼンも一望にできるロケーションなんで、これも冬には皆さんに楽しんでいただけると思います。来月楽しみにしていただいてるんで、うちの方もしっかり準備をして、多くのお客様に来ていただきたいというふうに思っております。ヒルゼンベアバレースキー場ではスキー場開きの12月16日に休暇村ヒルゼン高原のヒルゼンキッズスノーパークと合同で安全祈願祭を行うことにしています。